皆様、こんにちは。本日は、お忙しい中、オンラインセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。私は、三菱 UFJ アセットマネジメントの吉川と申します。本日のセミナーテーマは、スタート直前、新ニーサ活用法、成長投資枠編です。2024年からの新しいニーサ制度をどのように活用すればよいか。特に、成長投資枠については、 株式、投資信託、選択肢が多い分、何に投資すればよいか、悩んでいるという声をよく耳にします。そこで今回は、新しい認査制度をしっかりご理解いただいた上で、成長投資枠での投資に、ぜひご検討いただきたい2つのファンドをご紹介いたします。これより約30分と、限られた時間ではございますが、 皆様ご自身のお金の活用を考えるにあたって少しでも参考になるお話ができましたら幸いです。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。本日は画面にございます3点についてお伝えしてまいります。1点目は新しい認査制度について。2点目は成長投資枠の対象ファンドのご紹介。 3点目は一括、積み立て投資のポイントです。まずは1点目の新しい n i 制度について見ていきましょう。まず n i 制度についてお話をさせていただきます。n i 制度とは、株式や投資信託などの投資から得られる運用益や、株式の配当、投資信託の分配金が非課税となる制度です。本来、 株式や投資信託などの投資で得られた運用益などは約20%課税されます。仮に運用益が10万円出た場合、左の図のように通常であれば約2万円が税金として徴収され、受け取れる利益は約8万円となりますが、NISA をご活用いただきますと運用益は非課税となりますので、 右の図のように運用益の10万円はそのまま受けてることができます。約20%が差し引かれずに丸々利益となるなんてお得な制度ですよね。それではこの NISA 制度についてもう少し詳しく見ていきましょう。現行 NISA と新 NISA 制度の変更点についてお話をいたします。ポイントは3点。1つ目が非課税枠の拡充。2つ目が 投資可能期間の無期限化。三つ目が成長投資枠、積立投資枠の併用となります。非課税枠の拡大については、積立投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、年間合計上限が360万円に拡大されました。非課税保有限度額も成長投資枠と積立投資枠の合計360万円 ×5 年で、 1800万円となり、現行の非課税保有限度額、積立 n i s の800万円、一般 n i s の600万円と比べると大きく拡大しています。また、現状の積立 n i s の投資可能期間が20年、現行 n i s のそれが5年間と制限される中で、非課税保有期間が無期限となっています。より柔軟な運用が可能になったと言います。 現行ニーサでは、積立ニーサとニーサの併用は不可となりますが、新ニーサでは併用が可能となっています。投資可能商品については、積立投資枠は現行の積立ニーサ対象商品と同様に、長期の積立、分散投資に適した一定の投資信託が対象となります。具体的には販売手数料ゼロや、 信託報酬が一点水準以下、信託期間が無期限または20年以上であることなど、金融庁が規定した要件を満たした商品に限られています。投資初心者が選びやすい構成になっています。そして、成長投資枠の投資対象については、整理・管理銘柄を除く株式、毎月分配型投資及び 信託期間が20年未満を除く投資信託が対象となります。では実際に新しい認査制度の積立投資枠と成長投資枠の使い分けについて見ていきましょう。ライフプランに合わせて積立投資枠と成長投資枠は選んで利用できます。先ほどご説明した通り、積立投資枠は年間非課税投資枠が 120万円までですので、月10万円以内の積立をお考えの場合は、まず、積立投資枠の活用を検討される方が多いと思います。ただ、右の図にあるように、積立投資枠は対象となる商品がより限られます。例えば、毎月10万円以上の積立をお考えの場合や、積立ではなく、ある程度まとまった資金を一括で運用したい場合、そして、 幅広い商品の中から投資する商品を選びたい場合は、成長投資枠の活用ということになるのではないでしょうか。なお、誤解されている方も多いのですが、成長投資枠でも積み立て投資は可能ですので、覚えておいていただければと思います。ここでは、新しい NISA の商品選びで重視することについて、皆様の声を見ていきましょう。 長期投資に向いているかどうかの声が最も多くなり、短期で利益を狙いに行くというより、長期目線での運用を検討されている方が多いようです。こちらは投資信託の購入の際に重視したいことのアンケートです。値上がりへの期待、過去の運用実績など、成長期待が持てそうという観点が重要なポイントになっています。 続きまして、新しい NISA で投資したい投資信託についてお話をさせていただきます。株式ファンドを購入したいと回答される方が多い結果になりました。先ほどのアンケート結果からも、値上がりへの期待が一番重視されており、せっかく投資するのであれば、株式ファンドで値上がりへの期待を持ちたいという方が多くいらっしゃることがわかります。こちらは、 公募株式投資の資産増減状況を表しています。ご覧のように残高は右肩上がりになっており、資金が積み上がっていることがお分かりいただけると思います。また、投資信託は約6000本と数多く存在し、どの商品が良いだろうかと迷ってしまうかと思います。新しい認娠制度の成長投資枠はファンドの選定要件があり、 信託期間が無期限、または20年以上であることなど、金融庁が規定した要件を満たした商品に限られています。資産形成においては短期的な目線だけではなく、中長期で資産を運用していくことが大切になります。新しい NISA では中長期にわたって運用できるファンドが選定されるため、新しい NISA に対応したファンドを選ぶことは、 一つの目線になるのではないでしょうか。では、新しい NISA の成長枠投資対象ファンドの中から事例をご紹介させていただきます。世界の株式が主要投資対象となる、モルガン・スタンレーグローバルプレミアム株式オープンと、日本株式が投資対象となる、日本厳選プレミアム株式オープン、年2回決算型です。 今回事例としてご紹介する2つのファンドはアクティブファンドです。アクティブファンドとは運用会社のファンドマネージャーと呼ばれる担当者が企業の業績予想や株価分析に基づいて市場全体の値動きを上回る運用成果を目指す投資選託となります。そのためコストはインデックスファンドと比べて高くなる傾向があります。様々な投資対象、銘柄選別や運用方法の工夫等によって 市場全体を上回るリターンを目指す魅力があります。ご紹介する2つのファンド名はプレミアムと付きます。名前の通り、それぞれの観点でファンドマネージャーがプレミアム企業を選別して厳選投資を行います。世界の株式、日本の株式への投資の魅力をお伝えいたします。ぜひ最後までご視聴ください。まずは世界の株式が主要投資対象となる モルガン・スタンレイ、グローバル・プレミアム株式オープンをご紹介いたします。当ファンドのカ替ヘッジなしは、モーニングスター・アワード、ファンド・オブ・ザ・イヤー、2021、国際株式、グローバル、除く日本、型部門における優秀ファンド賞を受賞しています。カ替ヘッジあり、カ替ヘッジなしについては、新しいニーサの成長投資枠の対象になっています。運用実績についてご説明させていただきます。 当ファンドは2012年2月に設定されました。同様の運用プロセスを持つグローバルフランチャイズ戦略は1996年3月から運用開始されました。グラフをご覧ください。1996年3月から今年の8月末までの27年超でリターンはおよそ30倍。一方、先進国株式は同期間で約6倍となりました。 2000年の IT バブルの崩壊、2008年のリーマンショック等の大きな疑落を乗り越え、長期にわたる安定した運用実績を残しています。なぜこのように長期にわたり安定した実績で運用できたのでしょうか運用のプロセスを見ていきましょう。当ハンドのみ入れ銘柄は競争力を持つ世界のプレミアム企業の成長力を見極めて投資をしています。 当ファンドに投資をすれば、組入れ銘柄のプレミアム企業に投資をすることができます。プレミアム企業の特徴は3つです。1つ目が高いブランド力を有していることです。簡単に真似できないブランド力や、買いのきかないネットワークを確立した企業には、価格決定力があるため、景気や市場環境に左右されにくく、着実に利益を増加させることができると考えます。 二つ目が潤沢なフリーキャッシュフローです。企業が自由に使える資金を有効に活用することができれば、企業価値の中長期的な成長につなげることが可能と考えます。三つ目が高い利益率です。あら利益率や投下資本利益率という、企業が事業活動のために投じた資金からどれくらい利益を生み出したかを示す資料などが継続的に高い企業であれば、 持続的に利益を増やすことができ、長期的な株価上昇につながると考えます。高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリーキャッシュフローを増大させることが期待される企業をプレミアム企業と規定しています。個別の銘柄について見ていきましょう。訓練上位の一つ、マイクロソフトから見ていきましょう。 世界最大級のソフトウェア会社です。圧倒的なシェアの製品を数多く有しており、パソコン用基本ソフトウェア、Windows、業務用アプリケーションの Office、Office をクラウドで提供する Office365、クラウド構築システムの Azure、ゲームの Xbox シリーズなどを展開しています。右図は株価の推移です。 直近10年間で約10倍になりました。ビジネス向け製品、サービスは世界中で普及しており、業務上必要不可欠であることから強い価格決定力を持っています。加えて近年では、Amazon の AWS について第2位を誇るクラウド関連事業の拡大が事業収益の安定性に寄与しています。左の図は、 プレミアム企業のイメージ図です。競争優位な無形資産を持つプレミアム企業は価格決定力を持つ傾向があるため着実に利益を増加させることができると考えています。ジュースで言えばこれといえる高いブランド力を持つコカ・コーラの商品は信頼性を勝ち取り定期的に消費されています。そして リピート購入される商品は、強固な販売網を持つことができます。医療用品、診断器具を提供するアボット・ラボラトリー t もその例です。右図では、ある家族の一日とプレミアム企業の関わりを示しています。朝は、レキッドベンキーザーの洗剤で洗濯。テレワーク開始時では、マイクロソフトでメールチェック。夕方は、ビザのクレジットカードでショッピングなど。 我々の生活に欠かせないものをプリミアム企業の特徴の人として挙げられます。左の図は投資信託協会の投資信託に関するアーキケート調査報告2023年1月です。投資信託の購入の際に今後重視したい点、複数回答をグラフに表しています。回答が一番多かったのは値上がりへの期待。2番目が過去の運用実績31.3%。その他、 値上がり期待に相配する回答ではありますが、値下がりの不安が少ない21.8%が比較的上位にランクインしました。大きな値下がりによる不安の大きさが現れています。右図をご覧ください。当運用戦略の値動きの特徴になります。株式市場が上昇する局面では、先進国株式に相応に追随します。 一方、下落局面では先進国株式よりも下落率が低く、下値抵抗力が見られました。長期投資する上で下落を抑えることは重要なポイントとなると同時に、不安を低減することにもつながると考えられます。ここまで、モルガン・サンレーグローバルプレミアム株式オープンについて説明させていただきました。まとめです。当ファンドは、プレミアム企業に集中投資を行うことにより、 短期的な相場の変動や、景気サイクルを左右されない持続的な果実を獲得することを目標にしています。そのため、プリミアム企業の成長の恩恵を受けながら、下落リスクを抑えることが期待できる、当ファンドの成長投資枠での投資に検討してみてはいかがでしょうか。日本株ファンドの商品説明の前に、ここからは日本株式全体の魅力についてお話をさせていただきます。 日本企業は中長期の変化とその兆しが見られます。左の図をご覧ください。2023年春闘において、労働団体の連合が集計した労働組合の平均賃上げ率は3.58%でした。1993年の3.9%以来の高水準となりました。賃上げにより消費の拡大が見込まれ、デフレ脱却への期待が高まっています。 右の図をご覧ください。企業の競争力を上げるためには生産性の上昇につながる設備投資が必要となります。日銀が公表した2023年度の設備投資額、全規模全産業計画は前年比プラス11.8%と例年よりも高い伸びが示されました。こうした企業の積極的な設備投資も中長期の日本株上昇に向けた 支えととなることが期待されます左の図をご覧ください。海外投資家からの資金流入を表すグラフです。日本企業の変化を受け、海外からの日本株への関心も高まっており、投資部門別売買状況によると、海外投資家は2023年3月末に買い付けた金額が売却した金額よりも多い、買い越しに転じた後、足元までおおむね 買い越しが続きました。また、東京証券取引所が2023年3月に公表した PBR 改善要請による企業への改革期待も加わり、海外投資家からの注目が集まっていると考えられます。PBR とは株価12、3倍率と呼ばれ、株価が割安か割高か、妥当性を判断する目安として用いられます。 株価が1株あたり123と同じ額の場合、PBR は1倍となります。1倍を上回ると株価が123に比べて高く評価されていることから割高。反対に下回るケースでは株価が割安と考えられます。B の図をご覧ください。トピックスと S&P500 の1株あたりの配当金の推移を示しています。トピックスは日本株の動向を示す代表的な株価指数。 S&P500 は米国の代表的な株価指数です。PBR の上昇には収益力改善や IR 活動の強化、また、自株買いや増配などによる株主還元策を行う方法があります。トピックスの1株あたり配当金を見ると、堅調な推移が予想されております。先ほどは海外のプレミアム企業に投資するファンドを紹介しましたが、 ここからは日本株のファンドを一つご紹介いたします。商品名は日本厳選プレミアム株式オープン年2回決算型です。日本厳選プレミアム株式オープン年2回決算型のファンドの目的、特色についてご説明をいたします。当ファンドは競争力があり、中長期的な成長期待が持てる企業を中心に銘柄選別をし、 集中投資する商品です。大型の銘柄が入っているため、世界でも知られている企業が組み入れられている点も特徴です。特色の1、我が国の金融商品取引所、上場株式を主要投資対象とし、プレミアム企業の株式に着目した運用を行います。特色2、プレミアム企業の中から景気変動の影響を受けにくく、 持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、30銘柄程度に集中投資します。特色3、年2回決算を行い、収益の分配を行います。毎年6月8日及び12月8日に決算を行い、基準価格が1万円を超えている部分を分配いたします。NISA 座で購入すると、 非課税で分配金が受けている点は無力です。ただ、分配金のうち特別分配金、元本払い戻し金は従来から非課税であり、NISA、積立 NISA において制度上のメリットは享受できないことや、分配金が支払われる場合は、そうでない場合に比べ、福利効果を享受できない点にも注意が必要です。ポイント二つ目の、 プレミアム企業についてより詳しくご説明いたします。一つ目が高い市場支配力、高い市場シェア、強いブランド力、高い技術力、強固な販売網及び顧客基盤などを持つ企業です。二つ目が強い収益力、利益率が高く、持続的に利益成長が見込まれる企業です。三つ目が確固とした財務基盤。 自己資本比率が高く、借り入れ依存度が低く、キャッシュフローが安定した企業です。運用プロセスについてご説明いたします。我が国の上場株式から調査対象銘柄をスクリーニングします。その際のポイントは流動性や時価総額を用いて銘柄を選別し、また、事業継続については、議事がある企業を排除して、1000銘柄程度に絞り込みます。次に、 投資広報銘柄としてのプレミアム企業を100銘柄程度選定します。企業取材などを通じてプレミアム企業を取り巻く事業環境、経営方針及び業績などについて中長期的視点から分析を実施し、現状株価水準の妥当性を判断した上で景気変動の影響を受けにくく持続的な営業拡大が期待される企業の株式を厳選し、30銘柄程度に周知とします。 そして、上記の30銘柄程度のうち、特に持続的な業績拡大の角度が高いと予想される10銘柄程度をプレミアムコア銘柄として、当ファンドの純資産額に対するプレミアムコア銘柄の組み入れ比率が50から70%となるように調整します。プレミアムコア銘柄を選定する意義については、収益の獲得に加え、 投資環境悪化局面での下の抵抗力の強さも目指します。投資するプレミアム企業銘柄のうち、持続的な業績拡大の角度が高いと予想され、かつ内部環境及び外部環境の変化、特に悪化局面においても業績の変化等が相対的に小さいと考えられる銘柄をプレミアムコア銘柄として選定して集中することで、 長期的に安定的な成長を目指します。左の図をご覧ください。組み入れ上位、従業種については、電気機器が最も高く、次いで科学、銀行業、卸売業、情報、通信業、医薬品と続いています。右の図をご覧ください。組み入れ上位15銘柄を記載しています。上位の10銘柄、いわゆるプレミアムコア銘柄の比率が、 56%となっています。代表的なプレミアム、コア銘柄として2銘柄をご紹介いたします。1銘柄が三井物産です。当社は金属、鉄鋼、エネルギー、生活産業、機械、インフラ、化学品など、広範囲にわたるビジネスを展開する総合商社です。各事業の商品軸とグローバルでの地域軸、総合商社としての多様な機能軸を掛け合わせ、 今後も新たなビジネスモデルや新事業を創出することが期待されます。2名柄目が東京エレクトロンです。半導体を生産する半導体製造装置とフラットパネルディスプレイの製造を担う2つが基幹事業です。デジタル化や最先端半導体技術の進化による半導体市場の拡大に伴い、高いシェアを誇る半導体製造装置の需要拡大が期待されます。 こちらのグラフは日本企業の利益と株価動向の推移を表しています。緑のノリつぶしスのグラフはトピックスの1株あたりの利益を示しています。日本企業の利益が過去のリーマンショックやコロナショックでは大きく落ち込み、日本企業の株価は下落する一方で利益が増加すれば上昇する傾向があり、利益と株価動向は概ね連動していることがわかります。今後の予想値をご覧いただきますと、 ト株ブあたりの利益は増加予想です。日本厳選プレミアム株式オープンで組み入れられているような日本を代表する大型銘柄は世界的にも活躍しております。日本並びに世界の経済成長を取り込むことが期待されるファンドをご視察の中に組み入れ,られることをご検討いただきますと幸いです。最後に一括投資と積み立て投資のポイントについてご説明させていただきます。 新しい NISA の積み立て投資枠は一定金額で購入する積み立て投資のみです。一方で成長投資枠は一度のタイミングでまとまった金額で購入する一括投資と積み立て投資を選択することが可能です。それぞれの方法のメリット、デメリットを中心に説明します。一括投資は一層にまとまった資金で投資をするので投資するタイミングによって短期間で大きなリターンとなる場合があるという点は メリットになります。逆に短期間で大きな損失が発生するかもしれない点はデメリットになります。投資タイミングで運用成果が採取されやすいので、投資を行う際はタイミングを見極めることが大切です。こうした点を踏まえると、まとまった資金を元に短期間で大きなリターンを狙いたい方、ある程度の価格の売れなら許容できる方におすすめな方法です。一方、積み立て投資は月に一度など、 定期的なタイミングで一定額を投資し続けることで投資タイミングを分散することができます。そのため運用成果が投資タイミングに左右されにくい点、また価格下落時の損失が相対的に小さい傾向にある点はメリットになります。逆にデメリットは短期間で大きなリターンを出すのは難しく、また価格上昇時のリターンも一括投資と比較すると小さい傾向にある点が挙げられます。 こうした点を踏まえると長い時間をかけて安定的に運用を行いたい方におすすめな方法です。積み立て投資のポイントを簡単に見ていきましょう。積み立て投資のポイント。まず一つ目は先ほど申し上げた通り、まとまったお金でなくてもスタートできることです。月1万円程度とありますが、三菱 UFJ 銀行では月1000円でスタートできる仕組みもあり、 思い立った時にすぐ始められ、しかも長く続けやすいのが特徴です。次に二つ目のポイントです。こちらは手間なく続けることができることです。お仕事などでお忙しくても一度手続きさえしてしまえば、自動引き落として手間なく投資ができます。また途中で売却できることはもちろん、積み立てを一旦お休みすることも可能です。 ご自分のペースで続けられるのは嬉しいポイントですね。そして三つ目のポイントは投資タイムに関するリスクの分散が期待されることです。投資信託は毎日価格が変動しますが、この変動を活かせる点がポイントです。毎月一回、あらかじめ決めておいた金額を投資することで、価格が高い時に少なく購入し、低い時には多く購入することで、 購入単価の平準化が期待されます。それでは実際にモルガン・スタンレーグローバル、プレミアム株式オープン、カ替セヘッジなしで積み立て投資を行っていた場合のシミュレーションをご覧いただきたいと思います。こちらのグラフは毎月3万円を当反の設定来、2012年2月末から11年7ヶ月積み立てた場合のシミュレーションです。投資元本414万円に対して、 959万円と約2.3倍に資産が増えています。次に実際に日本厳選プレミアム株式オープンで積み立て投資を行っていた場合のシミュレーションをご覧いただきたいと思います。こちらのグラフは毎月3万円を当ファンの設定来、2014年1月末から9年8ヶ月積み立てた場合のシミュレーションです。投資元本、 345万円に対して525万円と約1.5倍に資産が増えています。一括投資だともう少し待っていいタイミングで投資始めようかと思っていたら値上がりしてしまってタイミングを逃したいという話や思い切って投資を始めてみたらその後すぐに値下がりしてしまってがっかりというような話もよく聞きます。積み立て投資を活用することでこうしたストレスからも解放されることも可能ではないかと思います。 本日のまとめになります。まず、新しい NISA 制度変更と特に鍵を握ると考えられる成長投資枠の活用方法を説明させていただきました。新しい NISA の成長投資枠対象ファンドとして、モルガン・スタンレイ、グローバル・プレミアム株式オープンと日本厳選、プレミアム株式オープンの商品のポイントをお伝えさせていただきました。最後に、成長投資枠でも一括投資、積み立し投資と ライフプラン等に合わせて活用できる点をお伝えしてまいりました。新しく認査制度が拡充されるということは、それだけ国から人生100年時代に向けて、非常に努力をしてほしいという強いメッセージだと言えます。成長投資枠で実際に購入できる商品や、積み立て投資枠との違いを十分に理解しながら、ぜひ自身に合った使い方と商品を選んでいただければと思います。今回ご紹介のポイントであった、 長期で経済成長を取り込み、資産を成長させる商品の一つとして、モルガン・スタンレイ、グローバル・プレミアム・株式・オープン、為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、日本厳選プレミアム・株式・オープン、年2回決算型をご検討ください。両ファンドの投資リスク、ファンドの費用について、また本映像に関するご留意事項を次のページ以降に記載していますので、必ず ご確認ください。本日のセミナーが資産運用の一歩に踏み出すきっかけとなり、皆様の豊かな生活の一助になりましたら幸いです。本日はご視聴いただきありがとうございました。